こんにちは、伊藤靖子です。今日もスタートいたしましょう。今日は色の使い方についてお伝えいたします。青色、綺麗な色、そして濁色、濁った色、青色と濁色のコーディネートの注意点ということでお伝えいたします。今季節が変わってまいりました。カンカンとして明るい夏の日差しからちょっと影のある秋の日差しに変わってきました。そうすると色が変わるんですね。そして色のコーディネートが変わります。これについてお伝えをしたいと思います。このように東京日本橋着物を楽しむ学校は、着物初心者の方がすぐに使っていただけるような着物の知識やコーディネートなどの内容で毎週動画をアップしていますので、ぜひ早めにチャンネル登録をなさってご覧ください。さて、色の使い方です。もう10月になりますと、このようなシックな色合いというのがとてもその季節らしくて素敵に見えます。落ち着いていい感じに見えるんですね。そうすると、帯締めや帯揚げもそのような色に合う色を使う必要が出てまいります。この色使いでよく皆様が困っていらっしゃるのが、どうして合わないんだろう、この色、今までいいと思っていたのに全然合わないなって思うような色があるんですね。それが実は綺麗な色と濁った色の違いなんです。夏のような日差しの強い時は綺麗な色、こんな色がとても合うんですね。それに対して影があるような季節にはこんな濁った色がよく合います。ですから、もし帯がそのような濁った暗い色の場合は、やはり同じような濁色であるこの濁った色を使う必要があります。このような色を使うと一層こう深みがあって季節感が出ていい調和になりますよね。他の色も使ってみましょうか。例えばこの色もいいですよね。はい、この色にしますと冬の感じがいたします。そしてこの色は、私この色よりはこの色の方がいいと思うんですけども、でもまあこの色も悪くはないですよね。やはりこう濁ったような感じの色合いが帯にも合いますし、季節にも合うんです。それに対して澄んだ綺麗な色合いという色が合いますが、こんな色を持ってきますと浮いてしまうんですね。例えばこの色を持ってきまして、色味が違うというだけではなくて色のニュアンスが違う、この綺麗さ、透明感がある綺麗さというのは、この濁った色に対して全然調和しないんです。色ではなくて濁りです。濁り感が調和しない、綺麗な青色に対して濁った濁色は相性が悪いということです。そして10月からの季節は、この綺麗な青色ではなくて濁った濁色の季節ということなんですね。ですから、この濁色の帯を使うんだったら、帯締めも帯揚げもそのような色にする必要があります。濁った色というのは、例えば青でいきますと、この色は濁っています。この色は濁っています。青の色ですね。まあ、帯の中に青が入っていないのですけれども、でも、もし入っていたら馴染むんですよ。この濁り感というのは馴染みます。そしてこれは紫と茶色ですね。茶色は帯の中に色が入っていますから合うと思います。茶色合いますよね。まあ、地味にはなりますけれども、色は馴染みます。そして紫は帯の中に紫が入っていないのですけれども、馴染むかどうか、調和するかどうかというと、はい、もし紫の色が入っていたら素敵に調和するし、季節にも合うと思いますよね。濁り感は調和しています。これは緑の色合いですが、この色も調和はしていますね。はい、このように澄んだ色、この黄色は澄んだ綺麗な色合いです。こうしますと浮いてますよね。全然こう溶け合わずに色が浮いている、そしている意味があんまりないですよね。なんか私は私という感じで色が浮いています。こちらは
帯の中にこの色はあんまりないんですけれども、溶けている、溶け合っているという感じがしますよね。はい、このように季節によって生色と脱色の使い分けが必要です。今からの季節は生色の季節ではありません。秋や冬は脱色の季節なんです。ですから、特に帯締めや帯揚げのコーディネートで感じられると思うんですが、色を季節に合う脱色にしていかないと上手なコーディネートができません。あなたのコーディネートの中でコーディネートを素敵にしたいと思う割れるんでしたら季節に合う色を選んでください。ただし例外があります。例外があるんです。生色と脱色、どちらにも関係なく、季節に関係なく使っていただける色があります。それはですね、パンチかわいいの時にご紹介しましたけれども、パンチがある色というのは季節に関係なく、生色にも脱色にも属さない色なんですけれども、そういう色というのは合うんです。例えばこの黄色い帯締めはこれは黄色がパンチが効いているので青色ではないんですね。まあ青色とそれから強い黄色と両方入っていますけれども、このこういう色、まあそれが黄色でも青でも緑でもいいんですけれども、はっきりした色合いというのは色の濁り加減に関係なく使うことができます。ですからこの帯がかなりシックな脱色なので、この帯の強さに引っ張られるんですけれども、でもこのパンチが効いた色というのは生色脱色に影響を受けにくく合う場合が多いんです。はい、これ全く合っていないとも言えませんよね。こうなるとこの濁った脱色の帯以上にパンチが効いた黄色の方が力を発揮してきています。ですから帯が引いて引っ込んで、帯締めと帯揚げの黄色が前に出て、このコーディネートがその色で支配されているという感じになるんですが、これはこれでまあなくもないかなという感じがします。はい、今日の大きなポイントは生色と脱色が合いづらいということです。そしてですけれども、パンチが効いた色合いというのはそれを上回ってコーディネートすることができるということですね。これは脱色がかったパンチが効いた色合いです。小物ってとても重要ですよね。小物で着姿が随分変わります。こうするとまあほどほどに合ってる感はあるんですけど、こうするとこの帯締め際立ってますよね。はい、ですから小物一つでとても変わりますし、帯締めはとても重要です。ただ本当にいいものが今ないので、ぜひお探しになってくださいませ。お母様のお着物ですとか、そのいただいたお着物でも帯締めを変えるととても変わります。そして古い帯締めや帯揚げはやはり特に帯締めの場合は傷んでいるので、新しいものに変えると着姿がとても変わることが多いと思います。今日お伝えした内容は生色と脱色の違い、それを一緒に使わないでください。そして季節に合わせて使うべき濁り加減があります。秋や冬は濁った色をお使いください。脱色です。そして新年になりまして、2月3月4月とかになりますと、今度は濁った色が似合わないんですね。濁った色ではなくて、はっきりした綺麗な色が合うようになります。そしてパンチがこのようなはっきりした色合いというのは、あまり季節の影響を受けずに着ていただくことができる色合いです。着物でもそうなんですけれども、特に帯締め帯揚げというのはその生色と脱色の影響を大きく受けますので、お気をつけください。お洋服でも皆さん感じていらっしゃることかもしれません。なんだか合わないんだけどっていう時は、この生色と脱色の使いこなしがうまくいってないことが多いです。
ぜひ皆様の生活の中でこのような視点でご覧いただくと問題が解けて、はい、コーディネートがしやすくなることがあるのではないかと思います。今日の内容はいかがでしたでしょうか。ぜひコメントやご意見をお寄せください。皆様のご意見を参考にしてこの動画を作らせていただいております。またぜひ早めにチャンネル登録をなさってください。またインスタグラムで第4回世界着物フォトコンを開催しております。ハッシュタグ着物フォトコンというハッシュタグ着物フォトコンとつけてインスタグラムにアップしていただくだけでご応募いただいたということになります。現在第4回目になりましてたくさんのご応募をいただいております。第3回は2000近いご応募をいただきまして今集計作業をしております。皆様のご応募をお待ちしております。それではまたお会いいたしましょう。ありがとうございました。またお会いいたしましょう。